上陸しよう。母ちゃんに任せた方がいいかもな。いたいた。それじゃあ二人のお手並み改めて拝見させてもらう。お前も当てにさせてもらうぞ。行くぞアドレ。こっちはやめておこう。なんとかね。君たちは宿に泊まっていた。確かローザの父親か。ひとまず安全そうな場所に。アドル、カージャ、レイフか。ルネさん、よくご無事で。レイフ君、久しぶりだね。君もいたのか。アドルとカージャはまだやることがあるだろう。ルネさんは俺が引き受けてサンドラス号に連れて行こう。あ、それは助かるの。ところで
グリーガーにされていたのはルネさんだけかな。そうか、わかった。それじゃあ二人とも気をつけて。いらっしゃいませ。毎度どうも。はい、どうぞ。はい、どうぞ。他にもまだまたのお越しをお待ちしている。次はどうしましょうか。またのお越しをお待ちしています。美しい船と良き船旅とならんこと。持ってゆくがいい。まだ手伝えることはあるかな。まだ風に導かれたらまた。
リドールは丁寧に扱えよ。持っていけ、持っていけ。他にもまだあるのか。やあな、しっかりやれよ。海はいいの。若い頃を思い出すわい。はしゃぎすぎるとまた腰を痛めるぞ。元気そうなじいさんたちじゃねえか。合同作戦って本当に大丈夫なんでしょうか。作戦自体は理にかなっていると思うけどね。あのじいさんたちはかっけえよ。かっけえことは間違ってない。よし、もう一度イルメル村との合同作戦について確認するぞ。あの白鯨にはどうやら船を追ってくる習性があるらしい。そこで一番船足の速いサンドラス号が奴をおびき出す。ラウフォス島の西にある岩礁地帯に誘導する手はずになっています。だな。村長たちが定置網を使って岩礁地帯に白鯨を封じ込める。その後こっちは岩礁地帯から離脱、そのままラウフォス島に向かう。でそのまま上陸して砦に攻撃を仕掛けるってことだ。ごっくり、ここまで本格的なのって初めてだよな。へっ、腕が鳴るじゃねえか。フレア先生の毒薬も役に立ってくれそうだしな。先陣は私とアドル、上陸後船の舵はエゼルに頼む。承知しました。レイフ、グレン、ドギは自陣だ。私たちが撃ち漏らした奴らを対処してくれ。うん、それとイルメル村の住人の保護だったね。協力してもらう代わりにって話だっけ。まあそうでなくても助けるけどな。最終目標はヨルズを撃ち取るか、この海域から撤退させることだ。アダル、やれるな。だな。待っていろヨルズ、今度こそカルナックでの借りを倍にして返してやる。白鯨を抑えて砦に乗り込んで、やることが盛りだくさんだね。本当に私たちだけでやれるのかな。ここは私たちの戦場だ。あの時とカルナックの時と同じように助けは来ない。もう俺はあの時のような思いはしたくねえ。だからこそ今ここに立ってんだよ。ああ待ってろよ。グレン君はグレン君だね。もうこんなところで叫ばないでよ。さすがにこのままじゃ。さあシャネ、レイフ、作戦の前にギスギスしてんのは絶対良くねえと思うから一旦停戦な。ああ殴り合いした件、いちいち宣言することじゃないでしょう。戦場に余計な感情は持ち込まないさ、どっかのバカと違ってね。いいか、停戦だから。非を認めたわけじゃねえからな。
一応は仲直りなのか。まあ2人は昔からこんな感じですから。戦いに備えて船の備蓄も十分に整えておかないとね。グリーガーの船から拝借した略奪品の傷薬や包帯も役立てられそうだ。ほう、やりますね先生。元盗賊の俺も肩なしだ。ほんとしたたかな先生だな。あんたみたいな医者見たことないぞ。いい年だからね、ただの人生経験だよ。空にいた頃は本当にいろいろあったしね。空ってアドルの知り合いならありえるか。いや、さすがにそれは。ラウフォス島が近づいてきました。白鯨の姿はまだ見えません。ローザが見張り、責任重大じゃねえか。視力もいいし、よく気がつく。それにあいつの認められたいという気持ちは私もまあわかる。へえ。白鯨を確認、真下です。アドル、おもかじいっぱい。岩礁地帯まで誘導するぞ。ローザ、白鯨の動きから目をそらすな。はい。よし、わしらの出番じゃな。フン、イルメル村の漁師魂を見せてやる。おーい。なんと、いくらなんでも力が強すぎる。体が傷ついてもお構いなしとは。これは異常な力だな。なんのまだまだ。ラゴルジ、へこたれるでないぞ。漁船が。おい、じいさんたちが危ねえんじゃねえか。この後も漁船の協力は必要だ。何かいい方法は。あの、カージャさん、白鯨は船を追うって聞いたけど漁船には反応していないよね。どっちかというとサンドラス号を追ってきているのかも。確かに。でもどうやって他の船とサンドラスを見分けてるんだろうね。どこが同じなんだ。そうか、ヨルズの仕業だとしたら考えられる。維持の時と同じように標的は私とアドルってことか。何を考えているかわかるぞ。確かにじいさんたちに負けるわけにいかねえよな。行くぜ兄弟。
っちに向かってきたぞ。この先の小島におびき寄せる。アドル、走るぞ。迎え撃つぞ。うわ、そのまま突っ込んできやがる。グリーガマ、もしかしてこいつが白鯨に寄生して操っていたのか。
規制グリーガーに操られていたんだな。だな。でもまだ終わっちゃいねえぞ。まずサンドラス号に迎えに来てもらわないとな。岩礁の方へ戻ってみるぞ。もしかして乗せてくれるのか。だな。以前のようなむき出しの敵意は感じねえし。うわっ、ラウボス島に向かってる。アドル、すげえな。近づいてきた。作戦は変更になっちまったけど、やるしかねえな。アドル君、カージャさん、このままサンドラス号が砦の敵船を引きつけます。その隙にお前たちは上陸して先に追っ始めてくれ。俺とレイフとドギさんもすぐに続くからよ。大丈夫なのか。ええ、なんとかやってみます。敵船が出撃してきました。向こうも気づいたか。奇襲を仕掛ける形になったな。そんじゃ俺たちは行くぜ。おうよ、任せとけ。ありがとう。さてと、あれがヨルズの砦か。いよいよだな。獣院が、間違いねえな、やつがいる。頼りにしてるぞ。変わるぞ。やっやっやっ、なんか気になるな。マナで見てみるか。悪いがお使い頼んだぜ。
次はどうするんだ。よし、こんなとこだろ。よし、こんなとこだろ。よし、こんなとこだろ。次はどうするんだ。ま、上出来だろ。よし、こんなとこだろ。ま、上出来だろ。ありがとな、フリル。なんか気になるな。マナで見てみるか。運命を恐れるな。勇ましく死んだ者は神の国へと導かれる。マナ使いのガキども、バカな、お前たちの船はまだ。ヨルズ様の命令だ。ここを一歩たりとも通すな。ハーリー、交代だ。もらった。このまま中へ突入するぞ。変わるぞ。はっ、ルメル村の住人か。やるしかねえな。君たちは。そうだ、村は一体どうなったんだ。
お前はイルメル村の住人か？ああ、トマって言うんだ。そんなことになっていたのか。結局、俺たちは何の役にも立たなかったな。今となっては恥ずかしい話さ。奴らが攻めてきた時に、俺は慎重すぎる親父に腹が立ってね。仲間と村を飛び出して、グリーガーに戦いを挑んだんだ。まさか、そんな化け物たちが相手だったなんて。逃げずに敵に挑むのは嫌いじゃないけどな。いや、でも結局何もできなかったし、こうして敵の手伝いをさせられて。おい、アドル、母ちゃん。なんとか追いついたか。ああ、敵の隙を見て俺たちだけ上陸したんだ。サンドラス号はまだ敵艦隊の相手をしてるぜ。最初の段取りは変わったけど、この後は作戦通り動くつもりだよ。とりあえずそっちの人を避難させちゃおっか。ありがとう、頼むよ。アドルたちは先へ進んでくれ。サンドラス号も海の上が片付けや、そのうち駆けつけてくるだろう。だな、頼んだぞ。ここまでの砦を築いたと思ったが、大昔の建物を利用してるみてえだな。グリーガーの涙ぐましい努力の結晶、潰しがいがあるじゃない。ここにもクグツ型か。どうやらカルナックの住人も紛れ込んでるみてえだな。君たち、私は一体。そうか、あの悪夢のような光景は夢ではなかったか。親父、そうか、お前は無事だったのか。その、なんだ、
カルナックのことだけだよ。ああ、町の惨状は彼らから聞いた。そうか。アドル君、すまんが、どこか休めるところはあるかね。私がここにいても、君たちの足を引っ張るだけだろう。そうか。すまんが、頼む。私もまだ混乱しているようだ。おう。近くにレイフもいるはずだし、まあ、なんとかなるだろう。よし、アドル、私たちは先へ向かうぞ。
またくぐ姿か。さすがに多いな。アドル、知ってるか？何？俺は町じゃ、ちょっとした有名人なんだぞ。うん、面倒そうな男だな。イルメル村のやつじゃないし、このまま放って先に進もうぜ。まあそう言うと思った。あれ、その人は確かカルナックの住人だね。あらら、こりゃ随分酔っ払ってるね。ちょうどよかった。悪いけど保護を頼んでもいいか？うん、もちろん。ああ、気をつけてね。言っておくか。きっとお前はよく思わないだろうしな。レイフのところへ戻るぞ。説明している時間はない。とにかく急いで戻るぞ。何しやがる！こんな場所にいたとはね。まさか町があんなことになると思わなかったけど、まあ帰ってきた甲斐はあったかな。しまった、間に合わなく。グラ、おいおい、こいつは一体どうなってんだ？レイフ、何してやがる！その人はドーソン様、お前の親父だろ。やっぱそんなとこか。元の姿に戻ったばかりで酒に酔ってるはずはねえしな。あらら、こりゃ随分酔っ払ってるね。普段からよっぽど酒を飲む人物だったんだろうな。レイフ、お前一体どうしちまったんだ？どうもしていない。俺を止めるつもりなら殺さないと止まらないよ。グレ、お前なら俺の気持ち少しはわかるでしょ。だとしてもダメだろ！お前ひょっとしてこのために傭兵に？おい、てめえ、なんで俺を殺そうとする？
大体お前誰なんだよ。俺はお前だって知らねえぞ。何それ、言い逃れのつもり。レイフ、ちげんだよ。お前が町を離れている間、酒の影響でこうなっちまった。もうお前やモミナさんのこともわからねえらしい。は？なんだよそれ、嘘でしょ。よくわからねえが、複雑な事情があるみたいだな。とりあえずドーソンさんは俺が連れて行こう。ああ、助かる。クレ、レイフについていてやってくれ。ゾウギさん、分かったぜ。アドル、カジャ、お前さんたちは先へ向かうんだ。じいさんたちやサンドラスの協力を無駄にしないためにもな。ああ、たるめだ。感じるか、兄弟。この嫌味だらしい殺気を、あの夜の借り、今こそ返してやろうぜ。ここら辺で地図の確認でもしとくか。カラン島にファルン島、ことごとく邪魔した上にこの砦にまでやってくるなんて。カージャ、アドル、どこまで私を怒らせれば気が済むのかしら。最初にカルナックを襲撃したのはそっちだろ。適合者ってのは何者だ。なんでお前たちはそいつを探す。言葉を慎みなさい。適合者とは我らの主となるべき人物のことなの。お前たちの主？我ら三将は主によって生み出されし、グリーが敬愛するあの方に再びお仕えすることこそ我が至上の喜び。あなたごときがたやすく言及していいお方ではないわ。グリーガーが人間に？一体どういうことだ。その割にお前は人間を見下すじゃねえか。あのお方とあなたたちを一緒にしないでほしいものが、あなたたちはいつの時代も変わらない。常に互いを区別して分類し制限しようとする。不安をごまかして自らに枷をはめ楽になったつもりでいる。なぜ自分からこうも不自由になりたがるのかしら。アドル、あなたなら分かってくれるかしら。人間という存在はいつも何かの言いなり。だからこそ私が区別にして、そこから解き放ってあげるの。カージャ、アドル、
あなたたちも私の傀儡になりなさいな。コタが解き放してあげるわ。ミックス成長は早いと坊主に聞いてはいたけど、翼、なんだヨルズのあの姿は。お黙りなさい。頬の傷に加え、この私がこれほどの屈辱を与えられるとは。でもあなたたちがここを突破しても三角海域に到達することはない。この先の海域でバルタ水軍は絶望を知ることになるわ。心しておきなさい。クソ、逃がしちまったな。だな、次こそは本当の決着をつけてやる。本当にありがとう。おかげで父ちゃんたちが無事に戻ってきてくれたぜ。すまなかったな、ディック。じいちゃんたちの言うことを聞かず危ない目に遭わせてしまった。もういい。わしらもお前たちの言い分をもっと聞くべきだったかもしれん。話し合うぞ、寮についてもこれからのことについても。ラゴルじいさん。アドル、カージャ、二人には感謝しておれよ。お前さんたちが来てくれなきゃ今頃どうなっていたことか。結局作戦そのものは失敗してしまったがの、お前さんたちが諦めずに機転を利かせてくれたおかげじゃ。でも
漁船で白鯨に立ち向かうじいさんたちはかっこよかったぜ。困難を乗り越えてきた海の男って感じで素敵でした。お前さんたち話がわかるの。そういえばお前たちがサンドラス号の、なんということだ。本当に年端の床の者ばかりではないか。そうか、カルナックは故郷を失ってさぞ辛い思いをしたじゃろう。それにもかかわらず、だからこそだぜ。あんな目に遭う人をこれ以上増やすわけにはいかねえ。グレン、うん、そうだね。せめてこの村にはいつでも気兼ねなく遊びに来るがいい。故郷の代わりにはならんが、新鮮な魚なら食わせてやれる。はい、ありがとうございます。クレマン町長、ご子息たちは喜んで素晴らしい子たちじゃな。老いぼれには理解すらおぼつかない状況じゃが、彼らを見ているとわしらもなんとかせにゃという気持ちになる。ありがとうございます。ですがグレン、お前たちはもうサンドラス号に乗る必要はない。はっ。カーペントさんからこれまでの経緯は聞いた。お前たちなりに苦難を乗り越え頑張ってきたそうだな。私を助けてくれたことも礼を言う。あ、だがな、これ以上お前たちが危険なことをする必要はない。あとはアドル君やバルタ水軍に任せることだ。ちょっと待てよ、俺たちは自分たちで決めてここまでやってきたんだ。アドルやカージャと行動して気づいたこともたくさんある。それを今さら。ならば命があるうちに引き上げてその経験を生かしたらどうだ。あの正体不明の敵と戦い、お前たちが勝利できるつもりか。ここまではたまたまうまくいったのかもしれん。だが今後マナも使えないお前が奴らと渡り合う自信はあるのか。自信なんてそんなもんあるわけねえだろ。ほう、あんたの言う自信ってなんだ。間違いようがないくらい準備できていて確実ってことかよ。そんなもん待ってたら俺は一生準備してるだけになる。何が何でもやらないといけない時に何言ってんだよ。失礼します、クレマン町長。ミラベル君。あの時町長は焼け落ちる町で私たちを助けようとしてくれました。グレン君もその時の町長と同じ気持ちなんだと思います。聞けば彼は一人で住人の救助をあのバルタ水軍に訴えたとか。ご子息の心配はもっともです。ですが彼の気持ちと行動は間違っていますかな。子供の安全と幸せを願うのが親としての責務です。村長も人の親ならご理解いただけるかと思いますが。失礼します。耳が痛いの。こんなことがあっても町長は相変わらずなんだね。くっそ。おお、足りめえだ。さっさと準備して出発だ。そういや親子といえばもう一人問題あるのがいたな。あいつは一体どうするつもりなんだろうな。